Okay guys, welcome to the Eminence in Shadow episode 3 reaction. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And let's head to anime. Alpha's setting is that Diabolos Guild was a world-scale, huge organization. Oh, so that's why they left. もうこんな茶番には付き合いきれないから自由にさせてもらいます。Really? まあ仕方ないよね。前世でもそうだった。みんな成長するにつれヒーローのことを忘れていったし、あの頃も僕は一人で孤独な戦いに挑んでいた。魔力！魔力！魔力！What's happening? Oh, he jumped in front of the truck. Okay. Fencer Ordinaire. It really reminds me of London.So he's grown up now, right? Yeah. So he's 50. 中世の階級社会なので、モブ A の僕なんかも入れてしまう。まあ、扱いは文字通りモブそのものなんだけど。うっす。ってなんだよその頭。シド君遅刻しますよ。ごめん。友達に選んだのは生粋のモブ。ヒョロとジャガだ。スカルアンドポクソ、俺らも上の連中みたいに崖の中の寮に入れてくれりゃいいのによ。お姫様たちが住んでるような場所に僕らみたいなコッパ貴族の居場所はありませんって。Who is her highness? 大勢になれれば向こうの寮に入れるんだけどね。武神祭優勝候補になるってか。うちは言うなよ。それより昨日のテストでビリだったやつの罰ゲーム覚えてるよな。約束は守ってもらいますよ。分かってるけど、その罰ゲーム。What's the penalty? Yeah. 学園のアイドルに告白してこっぴどく振られること。Okay. That's an interesting penalty. そして告白相手は。うるわしのアレキシア王女。学園の女神よ。This is her highness, I suppose. Sasuga Ojo, this. Sotsugyo shita ra seiryaku kekkon kakutei to wa ie. Asobi aite ni wa waruku nai daro ni. Kokuhaku no shikata wa yonabe shite kangaete kitan da. Katsumoku se yo. Soshite shiru ga ii. Sekai de ichiban mobu ppoi kokuhaku no subete wo. I would love to see that. Is he nervous on purpose? Yeah, I think he's doing it on purpose. Yeah! What? What?なんで？なんで？なんでラブコメ主人公ルートに入ってんだよ！ She has to know something, right? Otherwise, why would she pick him? マジ殺すってか誰？おかしくない？おかしいな。絶対おかしいです。ご一緒してもいいかしら？Damn, I'm hungry. I didn't have lunch yet. Oh.あなた、午後の実技は王と武神流だったわね。あ、はい。一緒に受けようと思って。
僕は一番下のキューブだし。大丈夫よ。私の推薦で第一部に席を空けてもらったから。 She knows. She has to know something. 作戦は終わった。 Oh my god. ヒロとジャガは最後まで置物だった。指導かけのうです。よろしくお願いします。さすが一部顧問のゼノン先生はこの国の剣術師なんだし、下のクラスと違って空気に緩みがない。初めは風当たりが強かったが、ここにいるアレクシアの姉、天才魔剣士と呼び声の高いアイリス王女のおかげで、今は本家に迫る勢いだ。So she has a sister called Iris, and she's better than everyone else, I guess. 君の力はどれほどかな？ Yeah, he's just going to pretend that he's bad, right? アレクシアは攻撃は当てないし、動きも遅い。はじめは僕に合わせているのかと思ったけど、違った。無駄が排除され研ぎ澄まされた剣、ただし地味。地味だ。今や王国最強とまで言われる姉に大きく劣るというのが彼女への世間の評判だけど、でもその地味さは努力の結晶だ。一歩一歩基礎を積み上げてきた証なんだ。ありがとうございました。ありがとうございました。いい剣ね。どうも。でも嫌いな剣、自分を見ているようだわ。それが君の答えというわけかな。What? アレクシア。ええ、そうよ。彼と付き合うことに決めたの、ゼノン先生。ああ。いつまでもそうやって逃げられるわけじゃないよ。大人の事情は子供には分かりませんの。まだ公にこそなってないが、私たちの婚約。なるほど。状況は理解したけど。君が承諾すれば。つまり君はゼノン先生と婚約するのが嫌で、当て馬が欲しかったんだろう。だから扱いやすそうな下級貴族の僕を選んだ。ええ、そうよ。But I don't think you can control Sits easily. 君たちの事情に巻き込まれるつもりもないから。薄情ね、恋人のくせに。それはお互い様よね。罰ゲームで告白してきたシド影の君。She knows. あなたのお友達と話したら顔を真っ赤にしてペラペラ喋ってくれた。They are snitches. あら、大丈夫？顔が盛大に引きつぶれてる。 So she's just gonna blackmail him. 大丈夫。僕は性根が歪んでるから口も歪むんだ。君よりマシだけどね。何か言ったかしら。いや、別に。とりあえず恋人のふりを続けてもらいましょうか。嫌な予感しかしないな。ごちゃごちゃうるさいわね。How much is the dwarf? へえ。僕が金になびく男に見えるとでも。Yeah, I don't think so. 見えるわ。その通りだ。Bro, just lean for the coin. No.影の実力者の活動資金は全然足りない。No, stop it. よしよし。いい子ね、ポッチ。ほら、取ってこい。What's happening?ゼノン先生は静観の構えだ。ムカつくわね、あの男。少し剣が上手いからっていい気になって。はいはい。あのうさんくさい顔、ポチも見たでしょ。はいはい。はいは一回。はい。君なら。I mean, as long as you get the money, I think it's worth it. But you don't have to act like dog, man. 結婚相手としてはかなり優良物件だと思うけど。全部よ全部。あいつの存在すべてが嫌なの。でもイケメンだし、地位も名誉も金もあって、実際女子からの人気も高い。上辺だけはね。とにかく私は上辺だけでは判断しないわ。ならどこで判断するの？欠点よ。うん、なかなかネガティブな判断だ、君らしい。ちなみにゼノン先生の欠点は？ないわ。やっぱり優良物件じゃん。いいえ、欠点のない人間なんていないわ。もしいたとすれば、それは大嘘つきか頭がおかしいのかどちらかよ。Mm-hmm. なるほど。そう
の報酬よ。Oh man, stop it, please. 不思議ね、あなたの件。基礎はできてるのに、ただそれだけ。それ以外は何もないのに、なぜか目を奪われる。どうも。でもやっぱり嫌いな件。私はずっとアイリス姉様に追いつきたいと思っていた。でも最初から何もかも持っているものが違った。私の剣が何て呼ばれてるか知ってるでしょ？凡人の剣。そうよ。Oh, that's the episode title. 残念だったわね。残念とは思わないよ。僕は君の剣が好きだし。Bro has a race. 言われたことがあるわ。武神祭の試合で私が無様に負けた時、姉様が言っていた言葉よ。あの人に私の気持ちなんてわからないでしょうね。もし世界の裏側で不幸な事件が起きて100万人死んでも割とどうでもいい。最低のクズね。けどどうでもよくないこともある。他の人にとってはくだらないことかもしれないけど、それは人生において何より大切なものなんだ。僕は君の剣が好きだよ。チェル。その言葉に何の意味があるの？何も。ただあるとすれば、自分が好きなものを他人に否定されると腹が立つ。そう。She gonna say something? さようなら。ね。Wait, sayonara. Sayonara means bye, but the bye forever, right? It's not jane or matane. Something is gonna happen. It's a...アレクシア王女が昨日から寮に戻っていない。おう、騎士団が誘拐事件として捜査したところ、最後に接触した君が容疑者として浮かび上がった。話を聞かせてもらいたい。協力してくれるね。 So that's why she said sayonara. I mean, he could deal with all of these 僕は悟った。 No names, but これ赤いやつだ。Alright guys, thanks for watching Kage no Jitsu Ryokushani Naritakute or The Eminence in Shadow Episode 3. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon, the link will be down in the description. If you like this reaction, then press the like button and subscribe to my channel. It would really help me and I would really appreciate it. And see you guys in the next episode. Matane!